簡単で可愛い奥行き天然石風ネイル。こちらの動画でご紹介したパーツを使います。ガメのカラーを塗ります。シェルを砕いておきます。オーロラのクラッシュパーツも使います。ラメの上にシェルとクラッシュパーツをランダムに置きます。硬化します。シアーのカラーをグラデーションになるように塗ります。硬化します。もう一度重ねます。硬化します。クリアで全体をコーティングします。硬化します。オーロラの転写フィルムを転写します。ノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。サブアートはラメを中心に塗って、ゴールドのクラッシュパーツを置きます。
オーロラのクラッシュパーツを上に置きます。硬化します。ノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。完成しました。奥行きがあって可愛いですよね。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。他の動画もぜひ見てくださいね。